坂井忠司教は、江戸時代前期の不代大名。上野馬屋橋藩の、第五代藩主。雅楽頭家、坂井家十代。第四代将軍、徳川家越那時代に大老を務めた、坂井忠清の長男。性質は、筑前福岡藩主、黒田光之の娘、筑姫。幕府役職は、奏社版検事者奉行、後に大留水。第八代将軍、 徳川義宗の政権下では、政治顧問として、老中並みに徴用された。号は、皆休暇。明暦2年に出資し、漢文4年に元服、翌年1 4位下に除任、漢文6年から、父が行っていた、伝中儀礼を務めた。漢文10年に自重に除任され、遠方9年2月27日、父が惑星を支持ぞき隠居したため家督を相続。 修行した15万国のうち2万国を弟の坂井忠宏に分与し、文系伊勢崎藩の創設を幕府に認められる。同年5月19日に父が母子し、6月28日に父が最低を下した越後騒動の連座で第5代将軍徳川綱吉から筆足を命じられた。12月27日に筆足を解かれ、上京2年4月には、 奏者版検事者奉行に就任し、元禄二年には病のため辞職した。元禄九年にため缶詰になり、元禄十一年二月十五日に江戸城大留守居に任じられた。しかし、遠方二年の松平貞夫再来二十四年ぶりの役職であるため、職務に戸惑うことが多く、老中、安倍正武や、川用人の柳沢義安に問い合わせをしている。 その後も、勤務状況は変わらず、元禄13年2月15日に病気で辞職した。大ルス教については、価格の高い堺市に与えた感触ではないかと、されている。法営4年には2万国家族を受け15万国に、するが同年11月7日に隠居、家督を長男の忠助に譲った。しかし、忠助がわずか三ヶ月後の法令五年一月十五日に、 旧市、後を継いだ孫の親愛は、若年のため、隠居のみでありながら親愛の貢献を務めた。また、親戚の武前中津藩主、小笠原長種の不行績を改めようとしていた。幕府政治への改革を、度々老中への指針という形で提言したが、綱吉政権では取り上げられなかった。しかし、奇襲藩主、徳川義宗が、第八代将軍に就任すると、 稲葉忠志王、小笠原長重と共に、幕府の旧審として優遇された。とりわけ吉宗は、中居を召し出したり、林信厚を通して家紋したので、中居も吉宗に意見を申し上げている。教皇5年11月13日に死去、去年73。反省は、文武両道を心がけ、辻月丹元重に、無害流剣術を学び、受学者、佐藤直方を招聘した。 現地と車窓制をはじめ、前橋風土記の編産や反抗抗鼓動を起こしたり、馬屋橋城の名を前橋城に改めた。しかし、中居の頃には、前橋城は荒廃し、元禄十二年に暴風雨に見舞われ、法永三年には、利根川氾乱で、本丸三層の櫓が倒壊する。このため、中居は法永七年、幕府に前橋から、 近畿の先進地への国替えを工作したが、失敗している。しかし、もはや国替えにより、危機を脱するしか法度がないというのが、この後、藩主脳の暗黙の了解となってゆく。元禄6年から享法4年まで、老中や将軍の側近に宛てた書状は、五老中仇の止めとして現存している。土アクター仇によれば、男色も女色も好む気配はないとされ、 政権に近く了承であるとされている。長種は、忠介の性質梅姫の兄である。また、中居の性質築姫の上位にもあたる。坂井忠子、忠ザ忠介、氏、松姫築姫親愛、小笠原秀政、亀姫梅姫、長寺長生、忠氏治長生、長種、ありがとうございます。